ンダリンパイレーツラブ&ベース。今日紹介するのは地元愛媛県出身の2人の選手です。竹本淳投手、松野町出身、北宇和高校野球部から聖カタリナ大学軟式野球部を経て今年入団。軟式野球から再び硬式野球に転向し NPB を目指しています。大学で4年間軟式をやって新しい道が開けるんじゃないかなと思って挑戦しに行きました。近藤慎二郎内野手、新居浜市出身、野球の名門岡山県関西高校から今年入団。勝負強いバッティングと長打力が持ち味の選手です。中途半端なくフルスイングしてしっかりと夢を叶えます。さあ今日も姫キングラウンドでいっぱい汗を流して練習してます。いましたよ、愛媛出身の2人が。こんにちは。結構普段から会話あるんですか？まあ、あるあるあるじゃないですけどそういうこととか話してます、はい、何あるあるって何があったんですか？方言とかですそうですね、はい、キサイヤおいでって、キサイヤって普通に使っちゃいますね。なんか伝わらなかったことあります？ありますね、なんちゃよとか、その分からないです。それでお互いたまにポカーンってなったり、はい、あれみたいな、同じ愛媛のお二人ともやっぱ愛媛出身だから、ご家族の方はじめいっぱい見に来てくれるんじゃないですか？次あるからって言われましためっちゃ励まされてる。励まされてます。妹とお母さんはもう毎試合のように来てくれるんで、しっかりと結果出して喜ばせれたなと思ってます、うん、マンダリンパイレーツの練習って、はい、アイランドリーグの中でも結構厳しいって聞くんですけど、はい、どうですか？手がボロボロになってもやります。結構豆がやっぱり、はい、そうですね、結構豆が。高校ももちろん厳しかったと思うんですけど、はい、それと比べてどうですか？そうですね、そういう面ではすごいこっちの方が毎日練習があるので厳しいっていう部分もあります、はい、竹本選手は、はい、あれですよね、聖カタリナ大学の軟式野球だったんですよね、はい、軟式野球です。カーブも普通にこうやってやってたんですけど、それ以上にもかけて徐々に慣れてってるんで、後期にはなんとか大丈夫だと思います。また後期の試合が始まりますけれども、後期の目標、そしてご自身の夢について教えてください。後期はしっかりと打率を残せるバッターになり、チャンスで強いバッターになるようしっかりと頑張っていきます。お世話になった方々に恩返しができるように、しっかりと結果を出せるプロ野球選手になりたいと思います。まあ、前期1勝できなかったので、まず1勝しっかりここずつ場面で三振を取って、まあ、1勝ずつ積み上げていきたいなと思います。諦めなかったら何かあるという子供たちに夢を与える投手になりたいです。ラブ&ベース。